を始めた。声を忘れたか。電話の向こうの声は、あなたに対して親しげに語りかけます。え？キーパー、私とスオウさんはもともと知り合いって設定なんですか？いえ、そういうわけではなく、風早にとっても突然知らない人から電話が来たという状態ですね。どういうこと？何も覚えていないのか？ごめんなさい。あなたの名前は今日初めて知りました。三木本さんのご友人。でしたよね。どうして私の名前を知っているんですか？どうして、葬儀にいらっしゃらなかったんですか？風早がそう質問すると、電話の主はそうかと一言つぶやき、押し黙ってしまいます。気まずい沈黙の後に、やがて決意したかのように男は口を開きます。状況は大体わかったよ。まあ、無理もない。何も知らないようだが一つだけ伝えておこう。三木本の資料は今、私が預かっている。文書は全て暗号で書かれているから、その解読を続けている。あと2、3日は動けそうにない。だが然るべき時が来れば必ず君に渡すと約束しよう。それまでどうか無事で。待ってください、まだ聞きたいことが。電話は一方的に切られてしまいます。昨日見た夢、と関係があるのかしら。どうして私なの？みんなに伝えるのは明日にします。今日はもう寝ます。はい。デハ教の行動はこんなものでしょうか。探索者たちは眠りにつきます。二人例外がいるかもしれませんが。ここは、風早は、自分がどこかへ体の知れない空間にいることに気づきます。果てしない虚無の世界に、自分を含めて数人が立っていることがわかります。黒い服に身を包んだ、奇妙な肌と目を持ったもの。コートを着た男性。そして、それらを見下ろすような位置に、異様な姿をした老人が、いくつもの触手のようなもので吊り下げられているのがわかります。あなたはこの人物に覚えがあるように感じます。これも、夢。私は動くことができますか？可能です。じゃあ、それぞれに近づいてみます。風早は広大な空間を、恐る恐る進みます。それぞれに近づくにつれ、それぞれの持つ感情や記憶が、あなたに流れ込んでくるような感覚を覚えます。かすかな恐れや不安、そして思考が半ば消えかけたような虚無。自らの使命、責任、そして自責の念。大いなる目的と、それに対する自信への無力感。それぞれは対応しているようでもあり、しかしながら互いに意に介さず、バラバラの方向を向いているように感じます。あなたたちは一体誰？どうしてここにいるの？あなたの問いかけに、男性と、黒い服の女性の二人だけが反応します。あの、私の声は、聞こえますか？反響するような不思議な感覚を覚えます。二人はあなたをただ見つめるばかりです。やがて、あなたの意識は引っ張られるように後退していき、すべてが急速に遠ざかっていきます。現実へ引き戻されるように夢の世界は崩れ去り、あなたは目を覚まします。ベッドから跳ね起きたあなたに、頼りない朝日が差し込みます。キーパー、部屋に紙とペンってありますか？あ、風早さん、おはようございます。おはようございます。お待たせしました。阿部山くんと青春はまだか？電話にも出ませんね。どうかしたんですか？二人揃って朝食にも出てこないし、寝坊したんじゃないかって。ああ。確か昨日、二人で飲みに行きましたね。なんだと？まったく、遊びに来たんじゃないんだぞ。いいです。俺が部屋まで起こしに行きます。ちょっと待っていてください。ははは。大変ですね。おい、青春、起きてるか、おい。返事すらなしかよ。どれだけ深酒したんだ。
油山さんから先に起こすか。油山さん、起きてますか。あ、行く？おはよう。は。うん？え、ここって油山さんの部屋？うん、どうやら昨日酔いつぶれてしまってね。彼女がここまで運んでくれたみたいだ。もっとも、覚えてはいないのだがね。あ、いや、なるほど。なんかごめん。それで？みんながロビーで待っている。準備できたら来てくれ。なに、もうそんな時間か。すぐに向かおう。すまなかった。いや、こっちこそごめん、気づかなくて。うん、え、何か誤解してないかね。何をって、私。いや、別にいいんだよ、なんとも思ってないし。それじゃあ先に行くから。待ちたまえ、彼女とは何もない。僕の純潔に誓おう。朝から何騒いでんのよ。お待たせしたね。これで全員がロビーに揃ったということですね。じゃあちょうどいいタイミングなので、八つ目市の地図を皆さんに開示します。今回のセッションではこの地図の範囲を自由に探索してもらいます。探索者の皆さんがいるのがこの中央区の八つ目駅付近。昨日皆さんがいた葬儀会館が西区のこの地点になります。いろいろな場所がありますが、書いてあるものにとらわれず、探索者としての自由な発想で行動してもらえればと思います。じゃあ今日はどうしましょうか。あの少しいいですか。どうしました。実はみんなに話したいことがいろいろあって。なら、そこは関係がありそうだな。調べてみる価値はありそうね。では、行動方針としてはどんな感じでしょうか。僕は西高校に行ってみます。その、周防さんの手がかりが得られる可能性があるなら、行くだけの価値はあると思います。同感だ。私も宝持くんに同行しよう。誘拐事件についてはどうします。関連した情報を調べるには、図書館か、警察署、この辺りだろうな。私は警察署に行くわ。本を調べたりするの苦手なの。まあ、そういう話をするならば、図書館技能の高い俺と風早さんが行くのが妥当でしょうね。それにそうよ、サイマくんって検事じゃない、警察署に一緒に来るべきでしょ。む、確かにそうだな。では私と油山くんが警察署に、二人は図書館で構わんな。ええ、わかりました。それじゃあまた後で。はい、では皆さんのこれからの行動先と組み分けはこんな感じですね。連絡手段はいろいろあるでしょうから、互いの行動は同時刻であればすぐ共有されて構いません。それぞれ現在地からの距離が異なるので、連絡を取る際は時間の前後関係に注意してくださいね。 M 県内に3つのキャンパスを持つミスカド大学の八つ目キャンパスです。名門私立大学として全国的に有名であり、広いキャンパスと市内最大規模の蔵書量を誇る図書館を備えています。わあ、広いですね。そうですね。図書館はどっちだ？市の北部にある、久種山尾瀬に立地する高校です。新学校としても知られており、ミスカド大学をはじめ、全国の大学に卒業生を送り出しています。どうしましょうか。外来者用の受付はそこにあるみたいだよ。あ、じゃあ OB ってことで元担任に会いに来たってことにします。いやー、それはバレるんじゃなかろうか。サイマは警察署へ向かうため車を走らせます。到着まであと10分ほどとなった時でしょうか、ラジオからニュースが流れてきます。この時間の放送内容を変更し、臨時ニュースをお伝えします。警察の発表によりますと、昨日のうちに八つ目市内で捜索願いを出された人物が82名にも上り、大規模誘拐事件の可能性も視野に入れ、事実関係の確認を行っているということです。なんだと。
唐突にラジオから流れた臨時ニュースは、常軌を逸した事件の発生を告げたのです。